でもあっちのお店は無理ですよね。望むところよ。いや、もう十分じゃん。何言ってるの？少しでもあの子に付け入る隙を与えちゃダメなの。さあ、行くわよ。これってただの荷物持ちだよね。どうや、そこは段差があります。気をつけてください。あ、うん、ありがとう。慎重に行動してください。エス、少しだけ持ってもらえたりとかって。何をでしょうか？いや、ごめん、なんでもない。何か要望があれば命令してください。任務遂行上問題がなければ、私はトーヤの命令に従います。Right. S、僕は君に命令したくないんだよ。何か問題があるのでしょうか？命令に問題があるとかないとかじゃなくて、なんて説明したらいいんだろう。単純に S の考えで動いてほしいっていうか。トーヤ、私は命令違反をするわけにはいきません。ごめん、そういうことじゃないんだ。ではどういうことでしょうか？多分僕は S が嫌じゃなければそれでいいんだと思う。嫌ですか？何してるの、トーヤと S。 行くわよ。これ今行くから待って。 S、 また今度話そう。了解。エルスにも困ったものね。全然簡単じゃないの。カードを出してサインすればいいんだから。なかなかやりますね。ここまで完璧に買い物をこなすなんてお見それしました。でも久しぶりに思いっきり買い物できてすっきりしたわ。よかったですね、クオン。あのエルスさん、もしかしてクオンは元気？まあまあ、細かいことはいいじゃないですか。それより疲れましたよね。あの向こうに見えるカフェ、トイの記事で見たことがあります。あそこのケーキ一度食べてみたかったんです。あそこ超高級ホテルのカフェだよ。トウヤ様、遠慮しないで。付き合ってもらったお礼にお茶ぐらい私に奢らせてください。 Agreed。 いや、それはちょっと気が引けるというか。あれ、トウヤちゃん。やっぱりトウヤちゃんだよ。ほらね、アキラくん。アキラくんって。よトウヤ、それにしてもずいぶん買ったな。これ全部クオンのなんだよ。それよりどうしたの？日向と二人なんて珍しい。いや、まあそのなんだ。アキラくん、さっき話してたエルスさん、お初にお目にかかります。クオンの大事な大切な大親友、エルス・フォン・クラーゲンと申します。亀割アキラと申します。って、また居候増えたのか。トヤ、お前んちおかしいぞ。やばい。いや、僕本当に困ってるんだけどね。相変わらず罰当たりなやつ。なんだ、昨日の予定の話ってアキラと。アキラくんがお買い物付き合ってほしいって。だから私、トーヤちゃんも誘って、みんな一緒の方がアキラくんも喜ぶかなって思ったの。そうだな。トーヤちゃんの予定ってクオンさんとエルスさんのお手伝いだったのね。うん、まあ、手伝いというか、なんというか。今日は私もトーヤちゃんもお手伝いって、なんだか面白いね。でもアキラ、いつもは僕を誘うのに珍しいよね。いや、まあそのなんだ、女物のプレゼント、そうだそうだ、それ探すのを手伝ってもらうつもりだったんだよ。ふん、女物のね。で、日向
たに選んでもらおうと。そうなんだよ。Right. そっか、確かに僕じゃ役に立てそうもないね。そうだったんだ。でも私が選んじゃっていいのかな。ああそれでいいっていうか、むしろその方が。なるほどね。ははーん、そういうことですか。何、どうしたの。ではお邪魔しては失礼ですね。クオン、やはり向こうのあのお店にしましょう。そうね。ほら、トウヤとエスも、ヒナタとアキラはまだ買い物があるんでしょ。せっかくあったんだし一緒。いっ、いきなり。いいから黙ってついてきなさい。二人ともそのバカを引っ張ってきて。そのバカとはトウヤのことでしょうか。ひどいよ。はい、いいから来てください。空気の読めない男はモテませんよ。何のこと。いたたたたた、引っ張らないで。あっという間に行っちゃったね。じゃあお買い物を続けようか。ああ、気使わせちまったな。バイ。ふう、やっと着いた。僕ちょっと荷物置いていいかな。そうね、とりあえずあの奥の席に。あれはまさか。どうかした。10世です。10世、こんなところに。Is it the lady one? クオ、待ってください。 Who is I don't know. あら、Yep, it was. シトルハイム家のお嬢様、お元気そうで何より。なぜあなたがこんな場所にいるのですか。 Shopping, obviously. 立っていないでそこに座ったらどう。ゆっくりお話でもしましょうよ。私はあなたとこんなところで優雅にお茶会を開くつもりはありません。そうなら邪魔しないでいただけると嬉しいわ。紅茶が冷めてしまうもの。お兄様はどこ。答えないならおやめなさい。無駄よ。やめてください。クオン、非常時以外魔術の使用は禁止されています。今が非常時でなくって何なのよ。あなた、クラーゲン家のエルスね。ひょっとしてあなたも私たちを連れ戻しに来たのかしら。私はクオンを連れ戻しに来たのです。大変申し上げにくいのですが、イシャナを去った10世の皆様には魔導協会より正式な排除命令が下りました。 Right. Okay. そんな、本当なのエルス。どうして黙っていたのよ。伝えればクオンが帰らないとおっしゃることが明白でしたので。エルス、魔導協会はドライ、ゼクス、アートの3名をイシャナを脅かすトガ人と認定。その処分を魔導協会専任のトガオイに依頼しました。それがどうかしたの。それがって、もうイシャナには戻れないということですよ。もし戻れたとしてもトガ人として処分されてしまいます。私はもう二度とイシャナへ戻るつもりはないわ。なぜなら。音が。What? やはりあなたも。対象をフェーズ2と判定します。お願いです、機関の保護を受けてください。保護。面白い子、気に入ったわ。かがりトウヤ、ねえ、少し可愛がってあげましょうか。ごめんなさいね、どうもドライブを使うとテンション上がっちゃうのよ。クオン、まさか。そのまさかよ。
Well, yeah, that kind of counts as an emergency. Just threaten you. なんてね。ああ、せっかくのお茶が台無し。そんな、クオンの術は全く効いていないなんて。対象の皮膚を覆い尽くす被膜が術を無効化するようです。ダメージを与えるには物理攻撃しかありません。Good call, S. Good call. 解説ありがとう。そう。それが私のドライブよ。術が効かないなんて、あなたたちにとっては最悪の能力よね。お返しに、少しだけ頭を冷やしてあげましょうか。トーヤちゃん、今の音は何？大丈夫？トーヤちゃん！ひなた行くな！そっちは危ない！トーヤちゃん、大丈夫？怪我してない？ひなた…ひなた、こっちに来ちゃダメだ。危険です、トーヤ。下がってください。僕のことはいい。 S、ひなたを守ってくれ。これは傑作。いいアイディアを思いついたわ。解放のためにね。いや、一体どういうつもりなの？あ、店員さん、お騒がせしちゃって本当に申し訳ないわ。ここの請求はそちらのシュトルハイムのお嬢様にお願いね。かしこまりました。毎度ありがとうございます。ちょっと、お嬢様だろうがお子様だろうが、自分で起こした始末の責任は自分で取るものよ。Good. その覚悟がなければエルスと共に医者内へ帰りなさい。一応十世として忠告はしたわ。それじゃごきげんよう。バイ。なんだかものすごく自己嫌悪だわ。突っ走って失敗した挙句に忠告までされて。完全に一本取られちゃいましたね。さあ、共に医者内か。 Oh, no. No. There we go. Nothing new. Okay. That's boring. Moving on. 絶対嫌よ。はぁ、やっぱりですか。一本取られたままで帰るわけにはいかないでしょ。母とめ、巣が出てるわよ、エルス。あ、気づかないふりでお願いします。本当に大丈夫、トーヤちゃん？あ、僕は大丈夫だよ。エスが守ってくれたから。そっか、さすがエスちゃん。すごい音がした時は本当にびっくりしたんだよ。レジナのイベントか何かだったのかな。いや、うん、そうみたい。ところでアキラは？それがあのドタバタではぐれちゃって、さっきメールが来て休養を思い出したから先に帰るって。 Called it. そっか、どうしたんだろう。なんか様子が変だったから心配だよ。ひなた行くな！そっちは危ない！トーヤちゃん、大丈夫？怪我してない？エス、ひなたを守ってくれ！くそ！んだよ俺！どこ見て歩いてんだ！てめえ、何してくれんだ？あ、お前らは。あ！こいつ来ないだろ！てめえ、今度は逃がさねえぞ！け、どうにでもしろよ。どうしたよ、え？ほら、なんとか言えよ。
なんだこいつ、やる気ねえでやんの。少しは手出してこいよ。つまんねえ野郎だな。なんだよ、あいつらもうおしまいかよ。どこへ行くのかしら。うーん、おお、あんたは今日会ったばかりじゃない、忘れたの。あ、確かカフェテラスにいた。そう、それであなたに興味を持ってね。おせっかいだと思うんだけど。なんだあの子。そうそう、ひなたちゃんだっけ。好きなんでしょ。な、ちげえよ。あら、諦めるの。そうよね、恋敵のトウヤちゃんには S っていう力があるもの。あなたのような弱虫じゃ、さっきみたいに地面に這いつくばってるのがお似合いよね。おい、喧嘩売ってんのか。わかりやすいわね。くそ、そうだよ、あんたの言う通り俺にはなんもねえよ。だからほっといてくれ。力が欲しい。は？あの子を守れる力をあなたにあげるわ。力？うさんくせえな。信じられない？じゃあ見せてあげる。これはマジか。まさかこれがユニオン。知ってるの？そう、ユニオンの力。この力があればあの子を守ることなんて簡単よ。ひなた、もちろんリスクはあるわ。でも私についてくればあなたは変われる。どうする、弱虫さん。逃げるなら今のうちだけど。俺は逃げない。どこでも連れてけよ。成功したら少し働いてもらうのよ。One of those being kill your best friend. Calling it now. やっぱり来てないって。What's this new? Oh, actual new events. Low blog hotel explodes. Can't reach father. Give thanks.We know about that one. Doesn't matter. What is this about? Interesting. Yeah, I'll go for this one as well. Okay. Low blog hotel explodes. That'd be the same. Right. Ignoring that. So. 私、先生にも確認してくるね。昨日様子が変だったから心配だよ。あ、頼むよ。おい、かがり。はあ。いきなり何？昨日起こったことを話せ。いきなり何があったって言われても。Fire.アイス。じゃなくて、あの、10世のアハトって女の人が現れてさ。昨日のドライブ反応はアハトのものだったか。ということは、また仕事が増えるじゃないか。それにしても、なぜあんな人目につく場所に10世がいたのだ。お茶を飲んで読書をしていたわ。なんだ、お前いたのか。ちょっと、トウヤ、何なの？その人のしつけのなってない物言いは。ねえクオン、ことを荒立てないでよ。カガリも大変だな。外国から押しかけてきた魔女の世話までさせられて、その上子守までやってきたんだろ。いちいち突っかからないでよ二人とも。
子守ってエルスさんのこと、なんでメイが知ってるの？私には何でもお見通しだと言ったろ。いいかお前ら、これ以上面倒は起こすんじゃないぞ。ちょっとトウヤ、今の発言は聞き捨てならないわ。先に仕掛けてきたのはその辺にいるちっこい巫女じゃなくって、ちっこい。おいカガリ、お前の横にいる居候魔女に言ってやれ。いい年こいて子守が必要なお子様はとっとと国へ帰れとな。なんですって？なんだとはなんだ。これだから魔導協会は嫌いなんだ。あのね、魔導協会の上層部なんかと一緒にしないでちょうだい。私はあんな権力争いにしか興味のない奴らとは違うのよ。二人ともやめてってば。ともかくこの件はそっちで処理してもらうぞ。こっちは普通のユニオンに加えてリッパーの対処まで増えて忙しいんだ。最初からあなたに頼むつもりはないわ。 S、 二人とも本当に仲いいよね。うんうん。これを仲がいいというのですか？言わない！まったくもう、私は先に教室へ戻ってるわ。何か分かったら後で教えてちょうだい。まったく、魔導協会の小娘が。いや、小娘って突っ込まない方がいいかな。聞こえてるぞ。はい、ごめんなさい。それで一体どういう用事だったの？ああ、また死体が見つかったというのでな、忠告に来たんだ。なんだって？一体どこで？落ち着け。場所は以前リッパーが現れた付近だ。あの被害者は、まさか。被害者は3名と聞いているが、詳細はまだ分かっておらん。だが少なくともお前の考えているやつではない。むしろ逆だ。むしろ逆？どういう意味？その事件が起きた後に現場付近であのお調子者によく似た学生を見たという目撃証言があったからだ。So, this little bit here, they didn't fully get translated as well as it should have done. Because Myotogakyu is basically translated to the converse. So it's actually the opposite of what he's thinking. He was thinking that it wasn't Akira, or he was thinking that Akira was one of the ones that had gotten...was one of the bodies, where on the contrary one of the attackers appeared to be him. Yeah. あの調子者ってアキラのこと？はあ、よもや犯人ということはないと思うがな。アキラはそんなことできるようなやつじゃないよ。わかっとる。私はただ届いた情報を伝えただけだ。ごめん、そうだよね。あのさ、目撃されたのは本当にアキラだったのかな？さあな、まだリッパーの足取りもつかめていないんだ。今この町をほっつき歩かせといてもいいことなど何もなかろう。そうだね、早くアキラを見つけなくちゃ。私も式神を飛ばして探しておいてやる。え、ありがとうメイ。な、一旦、いきなり顔を近づけるんじゃない。びっくりするだろ。ごめん。でも本当に感謝するよ。私は仕事が増えたら困るというだけだぞ。うん、それでもいいんだ。ありがとうメイ。そうか。しかしだな、そう何度も感謝されると体中がこそばゆくなってくるからやめろ。いや、でもそのくらい嬉しかったんだよ。お前、本当に奴が心配なんだな。アキラが何も言わずにいなくなるなんて今までなかったから。連絡も取れないし、さっきの話を聞いたら気が気じゃなくて。とにかくあまり考えすぎるな。体に毒だぞ。ありがとう。
でもそれは無理だよ。アキラが見つかるまでは。学校が終わったらすぐ探しに行かなきゃ。リッパーはあれ以来影を潜めているし、十世も今のところ襲ってくる気はないようだが、さっきのような事件も起きている。いくら警備を強化しているとはいえ、危険には違いないんだ。くれぐれも無茶な行動だけはするなよ。うん、気をつけるよ。 Alright then. Thank you, Mei. アキラがそんなところに？いや、本当にアキラかどうかはわからないんだけど。アキラ君、大丈夫かな？心配ね。うん、ほら、クオンと出会った時みたいに絡まれてたこともあったしさ。ああ、そういえばあの時は私が偶然見つけてアキラを助けたけど。前にアキラから聞いたよ。襲いかかってくる男たちを軽々と投げ飛ばしてて、アマゾネス、みたいだったってすごいな、クオンさん。強くって美人さんだなんて羨ましいよ。ありがとう、ひなた。でも例えられるならアマゾネスよりワルキューレの方が良かったわ。いや、まあ確かにワルキューレの方が美しいイメージあるけど。ところで、あなたたちとアキラっていつからの付き合いなの？小学生の時だよ。アキラが転校してきて、お金持ちのかっこいい男の子が来たって有名だったんだよ。Oh, that's nice. でもアキラ君、最初は誰とも話そうとしなかったの。あのアキラが？想像つかないわね。友達作るのが面倒になってたらしいよ。本人は転校が多すぎてひねくれたんだって言ってたけど。ふん、でもなんとなくわかるわ。私も転校したことがあるけど、その時の友達とは疎遠になったもの。それが何度も続いたら、そういう風になるのもわかる気がする。そのひねくれ者がどうやってお調子者に進化したの？あ、そんな某モンスター育成ゲームみたいに言わないでよ。 I'm gonna guess Hinata。 アキラ君ね、誰が何を聞いてもうんともすんとも言わないから、毎日誰かと喧嘩になっちゃってたの。トーヤちゃん、毎回その喧嘩を止めに入ってアキラ君を守ってたの。それでいつもお顔が大変なことになってたんだよ。トーヤって昔からそういう人だったのね。特に体を鍛えてるわけでもないのに、よく今まで無事に生きてこられたわねいや、自分でもそう思うけど。それでいつだったか、アキラの方から話しかけてきたんだよ。なんで頼んでもいないのにそんなことしてるんだって。今まで誰とも話そうとしなかったのに、なんでかわからないけど。 Did you？ あのね、そりゃ毎回毎回関係ないのに目の前に現れて喧嘩を止められたら、呆れて理由を聞きたくもなるわよ。 Exactly。 そうかな。とにかくそれから少しずつ話すようになって、そこに日向も加わって施設にも遊びに来るようになってさ。その後中学校もずーっと仲良しで、白鸚とも一緒に受験しようねって。そう、その間アキラが転校にならなくてよかったわね。いや、しばらくして転校したんだけど無理やり戻ってきたんだ。その時に親を説得して、中学の頃から一人で暮らしてるんだよ。ああ、そこまでして戻ってくるなんて、あなたたちよほど気に入られたのね。うん、でもそれは僕たちだって同じだよ。ユキ姉もアキラのこと気に入ってるしね。アキラ君、私たちがお姉ちゃんと住めることになった時も自分のことみたいに喜んでくれたんだよ。そう、単なるお調子者だと思っていたけど、案外いいやつなのね。すごくいいやつだよ仕方ない、私とエルスでこの辺り一帯を探してみるわ。見つけたら連絡入れるから。 Much appreciated. In any event, we'll go ahead and stop there for now and pick it up next time. So until then, bye bye.